お前一人で来るのは大した度胸。しかし度胸があったとしてもどうにもならないものがある。今のお前がまさにそうだ。何？お前の命はここで終わる。残念だがな。まだ腕が震え上がる。くそ、恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト。合格。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か。やはり考えも行動もガキだな。お前はこの俺が貴様ごときに本気を出しているとでも。意外と粘れ。どうやらお前を過小評価していたようだな。はっ、合格。おい、遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。頑張れ、オビト。私、ずっと応援してるからね。俺は、まだ…死ね。ココシ、どうしてここに…まあ、お前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。やつはガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイザック。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ。オビト、リンは無事なのか。はっ、それか。リンは現実にかかっちまってんだ。だから。なぜ俺たちは倒さないといけないってわけだ。状況は単純だろう。ハッ、ここは俺が。ハッ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 実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。鍛錬システムがあんたの里とは雲泥の差ってことだよ。いちいちムカつくな、てめえは。よーか。ここは俺が。迷彩隠れの術。甘い。シガルズ、おい、ガキが相手だからといって気を抜けな。ちょっと油断しただけだ。とはいえこいつら本当にただのガキじゃねえな。やっ、シガルズ。はっ、
調子に乗るんじゃねえぜ。調子に乗るんじゃねえぜ。任せろ。クムガキ、やっぱ手ごわいな。大丈夫だ、この程度。オルガ。じゃあな。死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。死ね。その目は、オビト、お前、シャリンガンを。ここは仲間は俺が守る。おいおい、マジかよ。やるぞ、オビト。ああ。相手の動きが見える。これがシャリンガンの力なのか。ガキが調子に乗んじゃねえ。なんなんだこいつ。裁判とは全然違うじゃねえか。はぁ、気に食わねえな。生きて帰れると思うなよ。目障りなんだよ、ガキども。当たるか。岩屋の崩し合格。了解。じゃあな、やってやる。手の中だぜ。よし、行くぞ。焦るな、ガキだ。経験の浅い奴らには必ず。
いつもありがとうじゃ足りない何百回と伝えたって忘れても消えないこのぬくもり「いつもありがとう」